週明け月曜日は再び南岸低気圧が通過し、広い範囲で天気が崩れそうですかね。そうですね。では月曜日の天気図から見ていきましょう。はい、はい、こちらあさって月曜日午前9時の予想天気図ですが、低気圧があって前線も伸びています。この低気圧が月曜日本州の南岸を通過していくという形になっていきそうです。はい、で寒気の様子見ましょう。こちら月曜日の朝9時の、寒気上空1500メートル付近の寒気の様子になります。0度の空気というのがこの通り日本海側にあるわけですね。あと北日本に、はい、ですから西日本東日本の平野部で、降るのは、ほとんど雨ということが言えそうです。はい、ではその予想を見ていきましょう。こちらになります。午前7時現在、月曜日の午前7時現在ですが、やはり、平野部中心に雨のところが多くなっていますね。標高の高いところは雪となります。で時間を追っていきましょう。もうこの時間でね、関東でも雨ですが、結構雨雲少し隙間があるような形になります。ですから降ったり止んだりするエリアもありそうです。はい、そして夕方から夜になると西日本東日本、だんだんね、雨や雪のエリアというのは、狭くなっていきそうです。はい、ただ、北陸や、東北などにかけてはね、雪のエリアがね、広がってくるということになりそうです。はい、そして雨の強さ気になりますよね。はい、ちょっとそこ見ていきましょう。これは降水量の予想ですが、月曜日午前1時現在、九州などでね、特に南部で色が濃いですよね、青色。はい、雨が強まる予想です。そして朝にかけて九州はだんだん弱まりますが、今度は静岡県あたりから関東にかけてね、朝のうち、ちょっと本降りの雨になるようなところもありそうです。はい、でその後はね、特に強い雨というのは、予想はされていませんが、月曜日はね、太平洋側を中心に雨が降りやすく、場所によっては強く降って雷を伴ったり、また風が強まる恐れもありますのでお気をつけください。はい、あと積雪の多いエリアでは雪崩などの心配もありますので、そちらも注意事項の一つです。はい、分かりました。週明け月曜日、広く降ってくるものは雨となりそうです。はい、最新情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認ください。